はい、どうも、新山です。今回はですね、僕が YouTube で投稿した自宅で簡単本格レシピ、これがですね、テレビで取り上げられました。そちらを、今回は紹介したいと思います。では、どうぞ。そして、名古屋の有名店、元祖台湾まぜそば、麺屋花火グループでも、社長の新山直子さんが YouTube でプロの技を公開中。今日は新山さんに家庭で簡単にできるプロの味を教えてもらいます。今回はカップうどんを使いました簡単で美味しい台湾まぜそばを紹介します。カップうどん、使うのはなんとカップうどん。これで本格的な台湾まぜそばが作れるというのですが、味の決め手は台湾まぜそばの上に乗っている台湾ミンチ。新山さん直伝の台湾ミンチを使えばカップうどんでも本格台湾まぜそばができるんです。それでは新山さんに家庭の調味料でできる本格的な台湾ミンチの作り方を教えてもらいましょう。結構、まずニンニクは細かく刻んでおきます。鷹の爪は種ごと細かくカット、量はお好みで調節してください。辛いのが苦手という方やお子さんがいる場合は鷹の爪をなしにしてください。そして砂糖を倍にしておろし生姜を少し入れてください。砂糖と生姜によって味にパンチが出るそう。使う鍋にはおすすめが深さのあるものが飛び散り防止になります。まず鍋に米油を入れます。サラダ油でも OK ですが、米油の方が素材の旨味を生かしてくれるのでおすすめ。先ほど刻んだニンニクを炒め、生の匂いを飛ばしていきます。ニンニクがきつね色になったら鷹の爪を加え、香ばしくなるまで炒めたらミンチ肉を投入。この時に肉がダマにならないように根気よく押しつぶすようにしてパラパラにしていきます。お肉がパラパラになったらみりんや醤油などの調味料を加え炒め煮をします。水分が減ってくると香りもある変化が。煮詰めて焦げ目がついてくると香ばしい香りがしてくるので完成の合図になります。10分ほど炒め煮をしたら台湾ミンチの完成。そしていよいよ台湾まぜそばの作り方。使うのはきつねのカップうどん。お揚げと粉末スープも重要な役割を果たします。まぜそばのタレの材料がこちら。ここで使うのがカップうどんの粉末スープ。粉末スープの味をベースにすりごまや米油で味にコクとパンチをプラスします。カップうどんにお湯を注いでからの待ち時間を5分から3分に短縮。麺の歯ごたえが強くなります。麺を待つ間にお揚げを先に出しカット。このお揚げがチャーシューの役割を果たすんです。タレに湯切りした麺を入れよーく絡ませます。具材を乗せる前にここでプロのテクニック。まぜそばって結構冷めやすいので、ここでレンジで1回温めると熱々で食べれて美味しいです。麺を熱々に温め、そこにカットしたお揚げやネギ、そして先ほど作った台湾ミンチ、仕上げに卵黄とおろしニンニクをのせれば、カップうどんを使った本格台湾まぜそばの出来上がり。うわー、麺屋花火の香りだ。卵黄を割り、麺と具材をよく混ぜ合わせて、いただきます。うん、
あの麺屋花火の太麺に非常に近いと思います。なんかこのひき肉をしっかり油で炒めた香ばしさが加わってます。甘みもありますね。スタミナがすごい。これからね、暑くなってくる時期にぴったりですよね。花火の定番の味の作り方を知ることができたところで、ね、うんうん、もう一つ麺屋花火グループの新山さん教えてくださったんです、はい、それがしっとりパラパラシトパラチャーハンの作り方。シトパラ、はい、意外な調理器具と材料を使うそうです、うんうん、あらかじめご飯と卵をよく混ぜておきます。ご飯を鍋に入れたら登場するのが菜箸、うん、そう、菜箸を使ってパラパラにするんです。このように箸でくるくるとかき混ぜるだけでご飯がパラパラになっていくそうです。そうならもうお玉とかで作っちゃいそうですもんね。そしてしっとりに仕上げる食材がこちら、水です。蒸発した水分をもう一度お米に戻すことでしっとりとした仕上がりになるそうです。これは新山さんのオリジナルアイデアです。岩さん、プロの味をこんなに教えてもらっていいんですかって感じですね。の混ぜ、何ですか、台湾混ぜ様、台湾混ぜ様の食べた後に追い飯したい。あ、絶対美味しいですよね。そりゃもう家でやります。だったらしますもん。はい、家でやります。どちらも家庭で再現できるということですので、うん、ぜひお試しください。特集でした。明日はこちらです。